はい、えー、皆さんこんばんは、えー。1月7日、えー、木曜日、えー、松戸市の新型コロナウイルスの感染状況をご報告いたします。えー、本日新たにあの33名の方の感染確認されました。えー、これで千葉県公表の松戸市在地の感染者数1211例目となります。うん、あの、ただですね、あの、これ以外に他の都道府県で公表されている方が11名と、千葉市の方で、えー 三3名、船橋の方で9名、柏市の方で6名公表されておりますので、えー、マストジ大地の、えー、新型コロナウイルスの感染者数総数といたしましては、えー、1240名となっております。えー、1月7日現在で1240名といった形になっております。えー、またですが、ね、学校関係なんですが、えっ、ー、と、東武小学校と小金井小学校の方で、あの、児童のご家族の方がですね、あの、p c r 検査の方で、えー、陽性となっ,てなったと、ことです。で、まあ、これを受けまして、あの、感染拡大防止のですね、えー、観点から、 あの、東部小学校と小金小学校の方の、その当該ですね、あの、児童が在籍している、えー、クラスに関しましては、ええー、明日からですね、当面の間、あの、学年閉鎖といった形になるとのことです。ちょっとあの、いよいよですね、あの、報道でも、中でもやっておりますが、えー、緊急事態宣言、えー、再度といった形になりました。 え、松戸市の方でも本日はあの33名というですね、これ多分過去最多の数だと思うんですけども、の方の感染が確認されてですね、えー、非常に予断をですね、えー、許さないような状態になってお、えー、ります。何度も申し上げておりますが、一人、まずは一人一人ですね、手洗いとうがい、徹底、そしてですね、えー、と、自己免疫力を高めることを専念していただければなと、というふうに思います。えー、それではあの1月7日、えー、本日の松戸市新型コロナウイルスの感染状況をご報告いたさせていただきました。ご清聴いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。